初めてなの？はい。こんなに広くて空がパチパチしないなんて、こんなの本当に初めて見ました。空気の成分は同じなのに微妙に何か違います。それも今だけだよ。地上で1時間以内にラプチャーと遭遇する確率は 100%。 干渉に浸ってボーっとしてたらビームに頭をぶっ飛ばされるわよ。はい、ですから急いで移動してください。作戦の最終目標は発電所にある制御室の調査です。作戦地域をスキャンします。エブラ粒子を浄化中。濃度 42.43%、 21.48%。 エブラ粒子の濃度 2.01%。 スキャン完了。目的地の発電所まで続く道をスキャンした結果、無人浮上式鉄道の線路に沿って移動する必要があります。ただ線路全体に高圧の電流が流れています。ニケならダメージを受けても問題ありませんが、問題は何が大丈夫なの？死ぬよ。高圧電流の原因はヒストリー検索中。5年前都市封鎖を進めていた際にラプチャーの外部への移動を防ぐため意図的に流したそうです。当時にしては完成度の高い線路でして、電力は自家発電で供給されます。都市の内部に残っていた人間は建物には入らない方がいいわ。何がいるかわからないし。ではまず線路の電流を遮断しよう。外部からコントロールする方法はない？はい、あります。制御センターをマップ上にチェックしておきます。指揮官、準備完了です。ラジャ。お、ラピー。指揮官、私の後ろへ。シフティ、バックアップを。私、何か失礼なことでも言いましたか？ラプチャーが出たんじゃ。違います。ねえネオ、地上に出たニケには暗黙のルールがあるの。あ、単独では使用禁止よ。わかった？あ、そうですね。これは大丈夫ですよね？それは大丈夫。それで何があったの？私、いいこと思いついたんです。線路に流れる高圧電流が問題なら、ゴムの長靴を履けばいいのでは？悪くないな。悪いですよ。こんな高圧電流が流れる場所は人間が近づくだけで。とにかくダメです。もっと詳しく説明しないの？いいアイデアだと思ったのに。指揮官、もしかして？はい。制御センターへ到着。線路への電力を遮断します。指揮官、コネクティングデバイスを。地上にあるいろいろな機械をオペレーターが遠隔操作するために必要な機械です。携帯に出っ張ってるところがありますよね。それを引っ張るとケーブルが出てきます。はい、それです。それをコントロールしたい機械のポートへ差し込んでください。指揮官、ここです。士官学校を卒業したって嘘じゃないわよね。遮断完了。これで線路から都市内部への侵入が可能です。行きましょう。ゴムの長靴は
本当にいらないですか？いらないってば。状況終了。さっきから気になってるんだけど、ネオン、あなたって火力高すぎない？火力は高ければ高いほどいいですからね。バランス大丈夫？よく聞いてください、アニス。この世は火力が全てです。火力だけが私たちを守ってくれるんですよ。多少バランスが不安定になっても火力には価値があります。そっか。さあみんな、私の言葉を復唱してください。火力最高。いやだ。発電所の位置を確保。侵入可能です。50機以上のラプチャーがいるところに入ることを侵入と呼べるならそうね。普通は自殺行為って言うのよ、それ。はい。理由は分かりませんが、少し前から稼働を始めたそうです。公的には地上に残った人間の数はゼロです。しかし物事に例外はつきものです。この怪現象を調査するために何度も試みましたが、成果はありませんでした。あ、ちなみに結構大規模であってもダメだったわ。ワンサカいるラプチャーにみんなやられたの。生存者という可能性を除いても、あの発電所には大きな意味があります。あの程度の規模ならアーク内の全ての施設を2ヶ月は稼働させられますから。つまりこの作戦の重要度は非常に高いと言えます。3人に任せるくらいすごく重要な作戦だってことね。アニス。何？作戦拒否。それは違うけど。ではそんな無意味な説明はしない方がいい。どうやって侵入しましょうか？発電所を掌握しているラプチャーを全滅させ侵入すればいい。ああ、なるほど。行きましょう。私の火力をお見せする時が来ましたね。それって選択肢じゃないわよね。ではご命令を。調査を進めますか？ああ、分かったわ。行けばいいんでしょ、行けば。じゃあみんな、装填を確認してから突進しましょう。3人だからすぐ死んで終わっちゃうからね。アニス。私たち弾よけくらいはするから後ろに隠れてて、脳だけはちゃんと回収してね。それくらいはできるよね、指揮官様。死地へ追いやるよりは全然簡単よね。アニス。何？この状況で下せる適切な判断なのよ。下克上と判断していい？どうぞお好きに。下克上は即決処分よ。ラッピー、なんでそんなこと言うの？落ち着けってこと。落ち着くも何も、私たちが無駄死にになるようなものよね。私たちはまだ指揮官の作戦を聞いていない。状況は絶望的です。実際方法はないと言っても過言ではないでしょう。もしかして何か作戦が？潜入？ルートなら一つだけあります。はい、わかりました。ここどこなの？発電所の内部とつながっている排水路です。ああ、まさかここを這いつくばって進むとか。塞がってますけど。建物の一部が倒壊し入り口を塞いでしまったようです。ちょっと待ってください。他のルートを探してみます。突き進めばいいんじゃない？
でも、瓦礫が多すぎます。でも、どうやって？大丈夫かな。爆音すると思うけど。周辺でラプチャーの反応はありません。安全です。では始めます。ちょっと待ってください。ここは私に任せてもらえませんか？は？いや、みんなでやればもっと早く。やらせてください。マジ？瓦礫の消滅を確認。排水路への侵入が可能です。火力だけはピカイチだね。指揮官、私分かったんです。相手が何であれ、火力があれば解決できないことはないって。答えは火力。火力が全てです。本当にありがとうございます。少し迷いがあったんですが、背中を押してもらった感じです。火力の道を進む者として極意と向き合えた気がします。そんな道あったのね。これからはどうか師匠と呼ばせてください。改めてよろしくお願いします、師匠。はい、師匠。勝手に呼び方を変えるな。すごい匂いですね。人も住んでないのにこんな匂いがするのね。ここは排水路だからね。いろいろ溜まっていたんでしょう。あの、一言言わせてもらってもいいでしょうか？何？吐きそうです。嗅覚センサーをオフにすることを勧める。それを切ってしまうと、なんというか、人間からあまりにも遠ざかるみたいで、ちょっと変なこと言うね。心だけは乙女ですから。私は乙女を諦めるわ。切っちゃおっと。指揮官、大丈夫ですか？人のお尻のすぐ後ろでそんなこと言わないでよね。でも意外ですね。排水路からの潜入なんて。普通指揮官はニケイコール兵器という認識ですし、火力で吹き飛ばす方を好みますから。好みとかじゃなくて、それ以外には頭が回らないってことじゃない？そのくせ自分の体だけを大切にして、少し泥がついたくらいで騒ぐでしょ。呆れるったら。止まれ。うっ、私のお尻に顔が当たってますけど。だから人のお尻に向かってそんなこと言わないで。後ろ、後ろに行って。ねえ、なんで急に止まったりするのよ。光よ、内部についたみたいね。そうだね、早く出ましょう。前方にラプチャー発見。当然のように内部も掌握してるわね。こんな地下までどうやって来たんだろう。ところで、あのラプチャーたち何をやっているのでしょうか？機械の周りに集まってるね。ラプチャーが人間の文明を利用するわけ？アニス、よく見て。操作している。本当に？こんなことって今までありましたか？これまではありませんでした。指揮官、アークへ戻ることを提案いたします。調査という任務は達成しました。ラジャ、シフティ、後ろのルートを確保。気づかれたわ。
エンカウンター。指揮官、私の後ろへ。ラッピー、ふむ、いい加減にしろ。ねえ指揮官様、しっかりしてよ、奴らが来てるよ。何この振動。前方タイラント級は感知、識別信号グレイブディガーで確定。あの土を掘るやつね。ここで戦うのは自殺行為だよ、ラピもいないのに。シフティ、退却ルート。はい、当該位置の校舎はまだ稼働します。線路に沿って外部へ出ることが可能です。よし、行くよネオン。はい、よし、振り切ったわ。ネオン、ラピオは無事みたいです。もうすぐで外部です。ここからは走ってください。ルート上にはラプチャーがたくさんいます、気をつけてください。了解、指揮官様、走るよ。この、しっかりしてよ。ぼんやりして私たち全員死なせるつもり。ラピはまだ死んでない。頭さえ持っていけばなんとかなるよ。行こう、早く。わかった。師匠、あの、これを持っててくれませんか。私たちが持っていると戦闘に支障をきたすので、よろしくお願いします。君は追放処分とする。君に下した命令は発電所の調査だった。発電所を壊せとは命令していない。光線の影響で発電所内部が連鎖爆発を起こして大破し、保管されていた資材と施設が粉々になったのだよ。2ヶ月分だ。2ヶ月もアークを食べさせられる資源、君とニケたちが吹き飛ばしたんだ。言い訳があるかね。いや、ない。君にできる言い訳はない。君と君が指揮した分隊は今日付けでアークから追放、全哨基地への配属が決まった。不毛の地だ。人もいないし施設もない。ああ、そんなに心配することはない。最低限の資源くらいはある。護衛もつけてあげよう。厚生官送りじゃないことに感謝するべきですよ。修理中だ。終わり次第上がらせよ。では荷物をまとめてすぐ動きたまえ。発電所での光線データは？分析はすでに終わった。言ってみなさい。実戦に強いタイプというには異質すぎる。圧倒的だ。発電所内部のラプチャーたちのスペックは既存のラプチャーと次元が違う。それを突き放し脱出にまで成功したとは。何かあるに違いない。今は見当もつかないが、調べてみる価値は十分だ。まあ、そのための全哨基地行きなのだがな。偉大なる中央政府の目を避けるにはこれ以上の場所はない。もう一つ、人間の機械をコントロールしたラプチャーのことか。進化していると思うのが妥当だろう。果たして目的は？そうだな、どうせどっちかだろう。人類を抹殺するか、人類に変わるか。ここって全哨基地と聞きました。分かってるけど、なんで私たちがこんなところに配属されるのよ。
師匠の護衛も兼ねて、あと発電所を壊した張本人ですからね。いくらなんでもこんな荒れ地でどうやって。お、アニス見てください、こんなに銃を乱射しても誰も気にも留めません。わあ、これはすごいわ。はあ、まあしょうがないわよね。わざとじゃないけど、罪がないわけじゃないから。そうですよね。あと野営みたいでワクワクしませんか。動機が激しすぎて死んじゃいそう。ところで師匠、私たちどこで寝るんですか。宿所、宿所はどこですか。ここですか。倉庫じゃなかったのね。食堂は缶詰と戦闘食。ちょっと消費期限ギリギリじゃないこれ。あ、そうですね。あの、もしかしてシャワー室は。あそこの隅にあったような。ですよね、やっぱりシャワー室はありますよね。劣悪極まりないわ。まだ気になることがあって。何？まさか師匠も私たちと一緒にこの宿所で過ごされるのですか。もしそうなら大問題です。いくらなんでも一緒に過ごすとなると。プライバシーの問題があるよね。うん。そう？それはよか。ちょっと見せて。不公平よね。何かしらこれ。一人で使うのになんでこんなに広いの？ソファーもめっちゃ楽そう。というかソファーがある？確認したいことがあります。シャワーじゃなくて滝だわ、滝。私は師匠に失望しました。指揮官だから当然といえば当然だけど、これはちょっと差がありすぎでしょ。あ、いいこと思いついた。私たちと宿所を交換するってのはどうかしら。考えてみてよ、多数が損をするよりは一人が損した方が合理的だわ。そう思わないねえ指揮官様。優しすぎるのも問題ですよ指揮官。あ、来た。来ましたね。ごめん、二人には苦労かけたわ。ボディを再整備し復帰しました。ここがこれから私たちが過ごす前哨基地ですか。なんだかいろいろ言いたげな顔ですね。こんな機会だから申し上げますが、どうしたの。まさかちゃんとくっついてなかったですか。あなたたち臭い。え、そう、嗅覚センサーを切ってたから知らなかったわ。ちょっと待ってください、二人はちゃんとしてて私たちだけ何なんですかこのざまは。ネオン、シャワー先にいいよ。ではお言葉に甘えて。指揮官、外で待ちましょう。荒れ果てたところですね。これからが心配です。先ほどの話に戻りますね。こんな機会だから申し上げますが、私たちニケは人間ではありません。人類の敵であるラプチャーと戦うため、強大な力と不滅の命を持つ
兵器に過ぎません。大破したニケが平然と再び現れるのはよくあることです。ですからそんな深刻な顔しないでください。指揮官、指揮官には私たちが何に見えますか？私たちを人間として見てくれるのはありがたいですが、結局指揮官が傷つくことになるでしょう。時間が経つほど違いを実感することになるでしょうから、私の言葉忘れないでください。もう遅いです。今日は休みましょう。指揮官、入ってもよろしいでしょうか？来客です。準備ができましたら下に降りてきてください。おい、お客が来たらキビキビ動いて。私がそんなに暇な人間に見える？誰？私？お前私のこと知らないの？最近の士官学校はダメね。基本的な常識も教えないんだから。おい、そこの白い鉄くず。私ですか？そう、お前。こいつに私が誰か教えてやって。このお方はニケ製作を担う三大企業の一つ、ミシリスインダストリーの CEO を務めるシュエン様です。ちゃんと聞いた？じゃあどうすべきかわかるわよね。は？全然理解できてないじゃない、ユニ。うん。ひざまずかせて。うん。指揮官、何をするんですか？身の程知らずのお調子者はこうやってたまに踏んづけてあげないと。おい、これから私と話すときはこのポーズを取るのよ。そして二度とそんな質問はしないこと。わかったわね。ほう、なかなか反抗的じゃないの。おい、私の言葉を無視するわけ？言ってみなさいよ。面白い。足をどけろ。いえ、好きにやらせて。足の方が速いか、銃弾の方が速いか、試してみる？三原？はーい。感覚交換完了です。うん。なにこれ、痛い。素敵でしょ、
三原とお前たちの感覚を交換したの。こうすると通覚センサーが自動でオンになるのよ。だから一体何を。こういうことができちゃうわけ。人間に銃口を向けるニケは理由を問わず処分のはずだけど、ま、この辺にしておきましょう。そんなに睨みつけても無駄無駄。さ、では話を始めましょう。これからワードレスと地上へ上がって、あ、ワードレスというのは三原とユニのことね。お前たちにも分隊名くらいあるんでしょ。そのカウンターズ、ま、そんな感じ。とにかく地上に上がってラプチャーを捕獲してくればいいの。詳しいことはこいつらに聞いて。わかった？2日あげるわ。まだそんなことを言ってるの？いい？三大企業の CEO は副司令官と同じ命令権を持っているの。電気椅子に座りたくなければ命令に従うのよ。わかったわね。2日よ。はあ？はあ？三原？あいつと交換して。あら、主演、相手は人間よ。交換して。あらあら、お前撃たれたことないでしょ。さあ感じてみなさい。またふざけるんだったら蜂の巣体験を。何？面白い。おい、来ないで。下がって。下がれと言ったでしょ。三原、撃ちなさい。ニケは人間を撃てないわ。貴様、おい、話しなさい。気でも狂ったの？私を誰だと思ってるの？なんで私があんな鉄くずに。ごめんね。気絶したか。びっくりした。帰る。捕獲忘れないでよ。うん、はーい。ふう、終わり。師匠、見えますか？よかった。顔がめちゃくちゃになっててびっくりしたんだから。とにかくこれからはあんなことしないでね。人間はショックで死ぬこともあるから。でも怒ってくれてありがとう。あなたたち、ん？どういうことか説明してくれる？まあ説明は難しくないけど、地上に上がってからね。地上が何か知らないけど、その主演って誰？そんなことしていいと思ってるの？いいわよ。三大企業の CEO だもの。さ、急ぐわよ。2日しかないわ。期限を守らないと、主演が何をするかわからない。